おはようございます。今回はなぜザックのフィッティングが必要かという話をしよう思うんです。まずザックを選ばれるときに大体において容量から入られると思うんです。で、小さいザックは別にね、そんなに容量、例えば20リッター、25リッターぐらいだったら全然いいと思うんですけど、多分30リッターぐらいを超えてくるとどうしても重さが出てきますね、荷物の重さ。だから大体8キロぐらい、7、8キロの荷物を担ぐようになると思うんです。で、7、8キロの荷物を担ぐっていうことになると、体にどんだけ合うかで、合うかっていうフレームが出てくるっていうこと、フレームで、荷物を分散していくっていうことになるので、一般的に言うとこう背面長、このショルダーまでの長さ、背面長とフレームの長さ、これがフレームの長さで、これをどう合わせていくかってすごい大切なこと、荷物を軽く運ぶということで言ったら大切なことになるんです。で、もう一つね、それはフィッティングとしてはやることなんですが、もう一つ気にしておいただきたいのは、荷物を今度入れて歩いてもらうということ。例えばサイズが合いました、でもサイズが合ったかどうかっていうのは、本当はちゃんと荷物を入れて、重みをかけた状態で担いでいただくと、そのいい状態っていうのが分かるはずなんです。で、うちでは当然だから、荷物を、入れさせてもらってる。だいたいこの辺ぐらいだから、35、45ぐらい以上はもう最低8キロを入れて担いで、こういうところずっと歩いていただく、歩いてもらうことによって、その体のブレ方であったり軽さがどうやとかっていうことを感じていただいているようにしてるんです。そうすることで初めて体に合うた合わへんっていうのは分かってきます。で、もう一つね、その間に何をしてもらわなあかんかって言ったら、各パーツ、機能、例えば、ベルトがどう締めるとかという話も当然させてもらうんです。で、そこの中でパーツっていうのはね、時々不良というか出てくるんですね。で、今回ちょっとまた出てきてしまって、8月の動画の時にチェスト、このチェストストラップのグレゴリーですね、このメーカーグレゴリーなんですけど、ズールというモデルなんですけど、折れたっていうのを多分上げさせてもらったんです。で、それからね、その後一件で、その後に、遠方のお客さんからの相談があって、割れましたっていう話になって、それでその方って、1個目割れてメーカーさん交換し、販売店さんに持って行ったら交換してくれました。で、次もまた起こったんで、これってどうなんでしょうっていうお話が来て、で、うちも在庫は当然あるんで、もう一遍ちょっとチェックしようと思って調べたんです。そしてやっぱり今回これ出てきたのは、それ割れたんです。割れてこういう状態、本来はここにこういう状態ついてなあかんもんなんですよ。で、この起こってるのがこの2023年のモデルからなんです。今までって、これをね、同じようなこの付け方っていうのはもう、グレゴリーは何年もやってるわけで、で、今まで起こったのはこのちょっと引っ張りがきつかったり、なんかのこぜ方で外れる、要は抜けてしまうっていうのがあった。本当年にまあ一件あるかないかぐらいのことやったんですよね。それで多分、どうなるのってメーカーに一応聞いてもらったんです。まあ、うちは直接ね、メーカーとの、あれはやり取りできないんで、問屋さん、卸屋さんに一応聞いてもらって、営業マンに聞いてもらった。そしたらやっぱりこの23年のモデルからこのパイプを太くしたので、この割れる確率っていうのはあるのありますという返事で、それは対策としてっていうことで言ったら、もう今のところはないんです。要は、例えば、壊れたら交換をさせていただきます。ただ状況によっては少し使ったものはまた修理扱いになるのかもしれない。それはもうちょっと、商品を見てもらわないと、見してもらわないとわからないんですという返事で、それ以上はまあ一販売店、うちらもそんなに大きなあれじゃないんで、直接そのメーカーとのやり取りはできないので、それ以上のことは言えなかったので、でもね、今回そのうちで 3件起こって、その
ちょっと遠方のお客さんで2件起こってる、まあ数的にそんなむちゃくちゃ売ってるわけじゃなくて、これ起こってるので必ずね、パーツっていうのは確かに初期不良があったりとかあるので、ザックを買われるときに必ず気をつけていただきたいのは、よくね、僕らもそう、こうやって合わせてフィッティングして担いでもらいました、ほんな新しいのを出してくれって言われる方がある。ところがね、ここでずっと例えばそのフィッティングした後歩いてもらったでしょ、あとね、まあ多分ね、これ起こることないんですよ。触ってるから、ずっとこうやって触って、どうです、これがパーツこう引っ張りますよとか、こうしますよっていうのをずっと触ってるから起こることはない。ところが例えばこれ合わせました、デモペン、新しいの出してきて、例えばそれをそのまま背面帳だけ合わして買っていただくっていうことになると、このパーツが壊れるや、なんや、動きが悪いやということがわからないままになってしまうわけです。で、サイズフィッティングは当然あります。その後必ず各パーツ全部触ってみてほしいんで、そうしないと、不良っていうのは起こりうることなんです。例えばテープがこれ流れがこうあってっていうのがあるんですが、ところがこれがこうテープがひっくり返ってるやつもゼロではないです。時々あります。これだから別にね、よじれててもまあ問題はない。でもね、多分ね、使っていくとすごく不具合出てきます。でチェストも実際これ本当やったら、まあ僕の考えで言ったらここまで言っていいかどうか、クレーム、まあ極端なことはリコールの話かなと思うんです。僕のうちの店で本当に、こんだけ出てるっていうことは他で、まあその先の問屋さんの営業に聞いてもらっても、いやそんな出てないんですという返事だから、そっから僕らはちょっと突っ込めないので、だけどまず自分でそれは商品確認してください。買われる時に確認して、そのためのフィッティングやということを。確かにチェストストラップなくても使ってる人もあるし、影響って少ないと思うんです。でもね、ほんまに荷物重さをかけた時にチェストストラップって結構本当は意味をなすものなので、こういう細かいことをでもやっぱり例えば交換、例えばしてくれます、メーカー交換してくれます、修理対応、無償でも修理対応してくれますなっていいんですよ、してくれるから。でも例えばほんなら使いたい時に例えば送って帰ってくる、例えば1週間なり2週間なりっていうこの時間の無駄っていうか、使いたい時に使えないっていうことは本当に困ることなので、必ず物を買われる時は確実にフィッティング、要はサイズのフィッティングもそうやし、各パーツを確認する、動きはどうなのや、例えばこれは何でついてるのかっていうことを確実にその時に販売店さんで聞きはるべき。まあ当然うちはしてるんですよ。だけどやっぱりね、時間を短くしようと思ったらそういうとこってなかなか細かいとこわからないことが多い。まあ今使ってある例えば道具も一緒ですよね。必ず確認して、何かトラブルが起こってないか、だから道具はね必ずチェックをしてあげてください。そうすることによって行ってから起こってしまったらどうしようもないことってあるので、必ずね、商品っていうのは、100% ではないっていうことを。だからこれ不思議やなと思うことがあれば、例えばもうお買い上げいただいて販売店さんに持っていきられたらええやろし、まあ、当然僕のところでもだから電話だけでもこんなことが起こったんです、これはどうしたらいいですかみたいなご相談は当然あるので、そんなのしていただけたらすごい絶対こうなりますということはよう言いません。でもね、多分ねそのトラブルの何かの解決策はご返答できると思うんで、よかったらお問い合わせでもしてみてください。ザックフィッティング、登山靴もそう、靴もそう、全部フィッティング道具っていうのは、そのまま置いてあるものを買うっていうのは本当はするべきではないので、そこだけはご注意いただけたらと思います。今回はなぜザックフィッティングが必要かってお話ししました。以上になります。